さあそれでは9月17日スト3サード東大戦始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はリーダーは SHO さんにやっていただいております。パフパフとだぞということで、SHO さん今日、はい、なんと森川店長が不在、不在ですね。なんとこのお店、はい、店長が不在、店長不在の中の東西戦となっております。なんと、いやいやいや、大丈夫ですか。いや、やばかったですね。ちょっとちょっとスタート遅れてしまいましたね。かなり遅くなってました。いつも何時ぐらい始まってるんですかこれ。いつも多分9時半にはスタートしてるんじゃないかなって。15分惜しい。はい、15分惜しいですよこれ。やっぱり店長なんだよな。やっぱり店長なんだよな。まあでも今日はちょっと、まあね、不幸中の幸いなのか、ちょっと人数も少なめで、まあまあ、まあまあ、よかった、よかったっすよ。今降ってたし今日はダメだったな。おーっと、ここでバルニャンさんのいいよサマーが炸裂する。いいよいいよって確かバルニアンさん俺のチームじゃなかったっけ。あ、そうか、トミニー同じチームか。そうそう、ちょっとバインさん、バインさんお願い。これねキャラさ相当ヤバいらしいよ。そうなの。え、どっちがどっちが有利、レミ有利で、いやさすがに相当ヤバいらしいよ。でも上と下ドーナツ飛ばしてれば、うん、勝てるでしょレミ。あー、どうダメ。いやなんかね、接近されるともう終わるらしいんだよ。そう、なんもできない。そう、あのピエロさんが、うん、いくらカルバインさんとはいえ、うん、あの全力でやらないとまずいっつってあのピエロさんが、はい、あの善逸厳密神ピエロさんが、はい、お、トクラ来ましたね。あー、トクラさんが来た。エントリー大丈夫です、間に合います。はい、さあトクラさんがここで、そうだ忘れてた、デジモン進化ってやつですかこれ。デジモン進化ですね。じゃタミーさんがデジモン進化で入れそうなんだけど、まあ、でもねパールね強くなってるからね。はい、オッケー。コプコムさん、コプコムさん業務連絡、ワーピー側トクラさん入って、ツーピー側に、パールライさん入ります。で順番は適当に、あ、入れていいの。今まだ間に合うんでどこでも。じゃあここら辺かな。オッケー。タミさんちょっと細かくなっちゃったんだけど、ごめん、名前ごめんね、ごめんね、はい、今日の店長ごめんね。いや今日も店長タミさんですね。一日店長、一日店長ありがとうタミさん、一日店長ありがとう。あれちょっと待って、今日クソリュウさんウーロン使って、あ、本当だ、初めて見た。俺リュウじゃないの、クソリュウさん。マジでリュウ、クソリュウさんって言う名前だよ。クソリュウさん、そうですよ。あの俺の色までちゃんとバナウさんと同じ色を使ってユリアン使っても水色のユリアンリュウを使ってもあの青いユリアン、ユリアンで。この人のプレイスタイル結構好きなんだよ ねやってくるよね見せプレイ勢ですね見せてくれますね、やっぱ動画を、ね、今の上手いですね。 EX24 の縦にしたさあ、これもこれルグレを破らぬ限りでしょこれ、はい、結局、はい、このゲームルーグレをいかに破るか、きついよね。え、これどっち有利、レミ有利でしょこれ。これはね、これレミ有利ですね。これレミ有利だった、これレミ有利ですね。さあこれはバルニャンさん、バルニャンさん連勝。次4年全然聞いてねえんだ、ごめんねちょっとあの見切り発車、え、見切り発車、いやあのなんとなくノリで、あ、そういうこと。うん、タミさんできるでしょうみたいな。多分この人が汚いからなんか確かにあの汚れがついてる。そうそうもうね、今日はもうとりあえず東大戦やりますみたいな感じのとりあえずとりあえずやりますみたいな、あのクオリティはあのごめんねみたいな、クオリティを求めちゃダメっつって、今日はとりあえずあのやることに意義があると思って今日練習だから。確かに練習、あの練習、店長があのデイトナあのオープンし始めて、もしかしたらたまにいない可能性もあるから。あ、そう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 、そんな時にはやっぱ我々だけでもこう動いていかないと、いかないと、はい、我々だけでも、まあ、そういう時ってタミーさん必要不可欠。そうですね、やっぱりやっぱりタミーさん、タミーさん、はい、今日だけタミーさんですね、はい、今日はみんなのあれですよ、ヒーローですよ。今日ヒーロー、今日はヒーローですよ。ヒーロー、うん、この顔で、いやあのやめて、あ、そう顔関係ねえからいくら大木ボンドに似てるからっつってあのあれだから関係ねえから。嘘、ナマズじゃないの。え、ナマズじゃない、ナマズにも似てるしいろいろ似てるもあるけど
あの俺この前タミ、うん、さんに、うん、あれタミさんってさあの特命係長のに出てくるさ、うん、あの鑑識係の人に似てるよねっつって似てる似てんだけど名前ちょっと忘れちゃったんだけどなんだっけ六角星人じゃなくてさでも六角星人もちょっと似てんだよなんかすげえすげえ怒られてごめんなさいあん時はごめんなさいタミさんさあ、ガンゴラおー、ブロってるあー、ドット戦を制する。ブロリ痛かった。ちょっと早めにブロっちゃったんですかね。ね、あれやっぱタイミングちょっと変わるからね。ちょっと変わる。空中ブロって変わるんだもんね、うん、タイミング確か。さあ、ここはなるほどね。バルニャンさん、さあ、ルグレの先端。ルグレ、ルグレ。あ、違う、あれだ、あ、相棒だ、相棒だ、間違えた。相棒だった、そうだそうだ。うわ、特命高い人だった。相棒だった。相棒、あのあれだわ、なんだっけ、あの名コンビがやるやつ、刑事なんだっけ、水谷豊の方だ。ああ、そうだそうだ、水谷豊の方の刑事ドラマの、そうだ、特命係長はただの人さんだった全然違ったさあ続きまして、ああ、レベルですか。そう、わかんないんだよね。多分ね、高橋さんビギナーズ大会出たら優勝します。マジで。はい、マジ。チームメイトにもよりますが、あの高橋さん、あのあれですね、超画面見る系、ね、なんつうんだろう、バランスがいい感じだ。そのもう操作一通り慣れてるんで、あ、サード知ってる、あの動かせる感じですね、普通に。なるほど、まあ、誰かさん曰く普通に動くタイプ。え、誰かさんが言ってたけど普通に動くタイプなのかな。え、どういうこと。え、この二人は同じホームゲーセン。同じホームゲーセン。あ、そうなの。秋葉のヘイゼなんだ。そうなの。あ、そういうこと。いや、結構身内読みが入ってくる感じ。でもどうなんだろう、最近やってんのかな。ヘイ言ってねえな。さあ、これは米谷さんが、おお、隙がない。もしかすると人に入ってますね、なんかちょっとこすりかなみたいな。ワンブロー、最初の方でワンブロー捕獲やられたから、それ読みでかもね。そうだ、捕獲に与える。おお、きっちり取っていく米谷さん。やる、いいよ、勝負かけたね。いや、米谷さん強いんだよただ米谷さんもね、うん、なんか動きを見てるとすごい強い強い行動を知ってるっていう感じのプレイヤーですかね。しかもあの真空一択でね、こう、そうなの、うん、昔のナミジンさんみたいな、なんか路線ではそっちのルーさんとか、あーあ、真空命で、うん、真空で手堅く綺麗に勝ちつつ、なるほどね、プレイヤーですね。でしっかり読み合いもしてくると、うん、さあ、ここは画面端追い込んだけど、なかなか飛びづらいんだよね。飛びが通って、さあ、わかんないか、体力で高橋さん、これをキープできれば、さあ、どうなる、どうなる、抜けれる、飛んでる。さあ、プレッシャーが半端ないよ。まだわからない。おー、しっかりガード、壊しを決めていきます。そしてマジ今のできる、うますぎんだけど、まあ、来るね。え、そうだよ、いや、髪です、髪、本当に濡れてもダメだ。続いて登場がタミさん、一日店長タミさん。米谷さんはチュンリー戦知ってるんですかね。いや、あ、でもやっぱり真空なんですね。真空を選んでますね。まあ、どこまで頑張れるかって感じですよね。確かに、やっぱりそのチュンリーなんでね、そのしっかりしっかりやろうとするすればするほどそう、相手の方が強いしかもしっかりやればしようとするほど、うん、コスモにはまっていくんだよね、うん、タミーは。そうなると電人の方がいいのかなっていう気はしますけど、うん、まあでも、まあ、米谷さんのプレイスタイルを見ていきたいですね。うん、タミーさん1.3、そしてもう1ラウンド取ってる、これ最高の状態ですね。しかも1本半も止まってますからね。さあ、もうあと1回、中足当たったろ、出ない、出ない。さあ、あの辺、おー、まい、今の見ました、ガードガードしますね。タミーやるよ、この砲翼戦は。こうなったらきついな。おー、ナイスガード。あれ、攪拌なんだろうね。いや、今のね、 EX スリバー1発目ガードした後に前風呂なんだよね、うん、
あーガードマイブロなんだ。そうガードマイブロ、あれでしゃがみダイパンなんちゃらっていうのが入るんだよね。なるほどね。え、さあ続きまして、まあダットリきついか。トンキスさんダットリだった。そうかキャラ見て決めたって。そうキャラ見て決めたんだけど、ダットリやりたくねえから俺。ダットリ嫌いなんだ。大嫌いだよ。おー珍しいね。本当にトミニーダットリ好きなの？俺別に、うん、まあ普通かな。本当に、うん、あでもなんか結構勝ってるイメージあるよねトミニー。いやだって俺前か下だもん。そういうこと。うん、それ2分1で殺せるか。2分1であのサイコロ振り合ってる。バラバラっつって、ドラッつって、でたまにセッツァーの装備できる、あのなんてイカサマダイソー。イカサマダイソー。え、いや大丈夫、これがいるから。タミさん、そうタミさんがね今ね頑張ってるよ。そう頑張ってる今。あタミ1ラウンド取ってる。タミさん1ラウンド取ってますよ。きついかー、このこのカード相当きついよね。これねなんかチュンリー側がしっかりしてないと、うん、ね、64だよ64。でもきついじゃねえかよ。え、きついじゃねえか。そんなのもないっしょ。そうか、なんかだってさ黒人さんとぬきさんの試合見てると人読みでしょ。ただの、あ人読みなのあれ。ただの人読みだよ。なんか結構詰められてる感じなんだよね。見えないものが見えてるからあれ人読みです。なるほど。あと言ってる間にタミさん、タミさんが勝ってポン。次はこういうこと。どっちが8って、8の方は真空だと8にチュンリーで、新勝利だと 7.5 から7で、電人だと 6.5 から6.3 ぐらいで、チュンリー有利。刻んできましたね。刻みますね。こいつ刻んできましたね。いやでも真空が最も辛くて、じゃあ新竜、あ新勝利はまあまあいける。まあまあ新勝利いけるの。半分頑張って地上戦で勝ってれば半分地上で減らして、あとパナスだけなんだ。初手をあのコアコペとか赤で終わりだから、その後の中央新勝利をパナスって選択肢が入ると中央に動けなくなるわけよってことです。なるほど。じゃあまあゲージありきってことですかね。ゲージないと、だってゲージないとチュンリーに勝てないでしょ全キャラ。でもゲージあるチュンリーに全キャラ勝てないから最強キャラだよね。最強キャラだった。最強キャラ、チュンリーは最強キャラだった。でもさもうタクが、うん、なんかパナスっていうタクがね。なんかパナそんくらいキャラ差あるでしょこれは。そんなあるの。あるほど。マジか。明確に不利だから基本的には。いやまあでもね、そんなもう出ない。バナオさんがこのパナシまで視野に入れないと相手をやっぱ崩せないっていうね。ああそういうことか。うん、パナシありきなんだ。どこでパナすのかなっていうのを。でもゲージないよ。ゲージないよ。ゲージないって。だからあの地上で半分減らすアドに溜まるから、ゲージないのはあんまり関係ない。じゃここでなんとか早くゲージが溜まって、今の何それをちらついたプレッシャーをかけていくしかないが、谷さんのゲージがやばい。おー しっかりダッシュナグ。国会さん頑張って、おーうまい、いいよ。どうなる。おーナイスジャンプ。さあ謎、いいよ。谷さんの動きはマジで分かんない。いいよ。おわっこわっちゅうリンク、あつながってる。まだある、まだあるよ。最強じゃん。あーたーみ国会さん最強じゃん。気持ちよくなってんなこいつね。ゼロ店長だから 5.5 って言ってたよ。剣が 5.5 有利マジで。うん、じゃあまあこれは全然いけるんだチュンリーに。うんらしい。まあでもそのゲージがない時のプレッシャーはやっぱりやるのかね。あでも中足さ、中足確認昇竜とかできれば、うん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 、かなりチュンリー側は起き上がりにさ、うん、中足をガードしないといけなくなるからきついよね。だねでダブル入るじゃん。うん、でゲージ1本溜まったら一応さ回しながら歩いて踏み込んで相手のしゃがみ中足を見て、うん、ボタンを押すだけで一応巡礼で返せるんだよね。あじゃあそこまでの、じゃあ地上戦そんなに負けてないんだ。そう負けてない負けてない。じゃあこうなると結構きついかもね。2本溜まってるとこれ辛いね。うん、分かんない。もうでもタミさん結構あれですね、なんか生き生きしてる。なんかうまいですね。うまい
今日うまい今日うまい今日いつも下手くそみたいな感じになってるけど今日うまい今日うまいやっぱちげえな店長、うん、あー今のところでも出したかったな店長怒りのいやいや俺旅の違うチームなのに応援してんだけどな浦島さんいけるよやっぱ店長だからこう引き込まれるからね引き目で見ちゃうよねあ今の一応陣内かくったっぽいかな曲がるやばい剣おいこいつよやめろってやめろっておっレッツゴーレッツゴーターミーが4連勝次オタナさん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 ピで見たいねここまで頑張るオタナさん勝ってくれるよさあ赤鬼来た赤鬼大田さん色が強いですよねいやー色がこれ最強ですね最強カラーこの色がやっぱりおいいよおいいよからの投げてってさあ下段とバックスペースうまいうまいな今のさあこれはおーやーさん風に言うといいところ投げ風に動けるユリアになるかわ今お前今の確実に保育回すところだろさっけんだよハザンなんだよこれ今のハザンはねえわ今危ねえだろダミさんでもいいや勝ったからうさあこれはいいよ押してこ押してここのゲージ状況オタナ押してまいるオタナ押してまいるさあ5番当てないこわこわいいよこいつよスピバ出しまくりますね新型ですね彼は新型チュンリーさあこれは縦を張ったけどなんか置きがうまく引っかかっていいよさあ画面端に逆に置いてみるかおいさあ追い込んだ縦があるところでこいつまだスピバこすりますね回るたみこわこわ一投投げからのさあレッツゴー打ちましたねレッツゴー打ちましたね今いや、あそここそ破産じゃないですか。まあ、確かに。今レッツゴーでした。さあマスト、もうちょっと来るよ。今パールさん。で、シンタ君、バナオ、SHO さん、マスト。さあ、これは聖戦。いいですよ。タミーさん、バーサス、パールライスさん。おー、何今の。一日店長、タミーさん。レッツゴー、米。さあ、これほぼ、一緒のタイミングぐらいでゲージが溜まりましたね今綺麗にでこっからもう胃が痛くなるようなタイミングですよさあどっちがさあ先に当てたのは店長店長の100列いいよまだあるよここでこれでパールセンターが当ててスピンが出るよほらスピンが出てたタミさんスピンがバレてるかもあ肩トントンしたさあ肩トントン入りましたやるよおーちゃんと見てる見てますね見てますねさあここはまあ安いですねこれはさあここはゲージがたまんなかったかだが先にタミさんが1本たまって大パン大パンと押していくおうまいおーなんとかこの画面端に追い込まれるのはちゃんと見てますね画面多分今の多分出さなかったですねおお回るタミさん回ってます今日もいいよパールゲージためよゲージためよいいよいいよいいよやべえいいよ当てながらゲージを貯めるとワンチャン圏内に入ってしまうねだってもうこれ一発当たって次の読み合い圏内でしょ、はい、でその読み合い負けになったら紙は出すんでしょ回ってるでしょぐるぐるってぐるぐるってなりますねおおさあ高速の屈伸を見せる店長煽っていきますね店長店長が屈伸って新しいですね新しい店長客を煽っていく店長そういうことやっちゃダメよさあカクンカクンカク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 してるカクンカクンチュアシカクしてるうわー先に当てた今のなんかカクンですかね店長店長でもこれでも圏内なんですねああもう寝たー遅かったー店長お出ました店長やばい6連勝タミさん6連勝店長シンタ頼むシンタやっぱり店長なんだよそうですね結局人が増えてしまってシンタね温まらないとね勝てる
あ、俺と一緒、頭だけでも外れる。落ち着いたらこんな強い男がいないと。いない。さあ、しんたくん。いいよ。さあ、でもこういうしんたくんも若干このリスクマッチ気味のこの対戦っていうのは。そうだね、リスクマッチかこれ。まあ相手店長なんですけど、まあリスクが伴い、確かにリスクしかないですね、店長なんですけど、はい。まあでもいつもどうなんだろうねこれね。いや、シンタ帰ってますよ。シンタ帰ってます。あ、そう、さすがに勝ってる。さすがに勝ってる。じゃあここでシンタいいよ。オッケー、きっちり。でよーい。やはりこのコンボ、このコンボの高さ。そう、やはりこの SHO さんの次ぐらいにコンボが高いんじゃないでしょうか、このシンタ君。いや、俺より高いですよ。嘘、俺より高い。シンタ俺より高いですよ。マジか。さあ、そんな常にね、対戦で超威力狙ってくるの新太ぐらいだもん。あ、翔さんはやめましたもんね。昔やってたのに。あれね、これこれこれですよ、これですよ。おー、いてー。で大大いいよー、綺麗だよー、いいよー。屈伸からのリープでしたね今。さあ、翔さんは昔全部超威力やるって言った、うんうん、チームメイトにもクズって言われるんだ。どっちにしてもクズって呼べるんだ。もうなんか盗んだから一緒。じゃあお前やってみろよ。俺はやんねえからユン使ってるんだよバーカ。お前ユン使ってるやねんか。お前ダッシュにやめろにしてたことないやつが。ゲームで喧嘩すんなって。ダッシュインエクション打ってれば魚を使わないから。ゲームで喧嘩すんなって。喧嘩にならないから。ゲームで喧嘩すんバカ野郎が。バーカバーカ。ちょっといいんだ、いいよ。じゃあこれでもダンカー今日でも言ってもバナオさんチームですから今日。いや、お前ちょいとやんなかったら切れるよ。落としても切れるからな。落としても切れるし、うん、やっても切れ る, 切れる。もう練習してないちょいとやってミスっちゃいけないの、やべえな。さあこれは新作が。おお、うまい。これこれこれです。これこれこれですか。あ、バナナさん見たかったです、これ。そう、俺が見たかったのはこれ。これだったか。さあ、大ファン。いや、死ぬ死ぬ、これ死ぬ。いや、違うだろ、狙いすぎ。おお。俺が見たかったのはこれ。さあ、これが翔さん、どうなんですか、これ見せられた。よし、一回落とした瞬間に終わりだからね。いや、リスクしかねえ。じゃあもう、音を。じゃあもう普段見ないのに東西線試合今俺見てるからね。え、それ試合を見てるんじゃなくて何を見てるのか。コボスとタイパンですね。しかもそれが落ちるか落ちないかだけしか見てないというね。試合内容見てないんですか。いや、今まだ始まってない、まだ始まってない、まだ始まってないですから。まだちょうど始まってないから。よしとしよう。まだ OK、 まだ OK、 まだ OK。 ハードル高いな、バナオさんジャッジ。ちょっと気取っただけだから、しょうがない。今の大パンループじゃないもんね。うん、今のは中足挟んでるから、うん、なるほど、簡単の簡単な方のコンボ選んだからミスっただけで、ちゃんと大パンループやったらミスってないから。でもね、正直言うと確かに、キーパー陣より、うん、上位でも簡単なんだ。あ、そうなんだ。大パンループの方が簡単なんだ。あ、そうなんだ。さあ、出た？あれ？さあ、これはいや、見てない、俺ら見てなかった。見てなかったよ。歩いて投げてって発動、これはやばい。今日何回 F5 しても止まるよ森に。で今日森にじゃないんですよね。今日タミニーなんですよ。今のは一体コース行けたんじゃないか。いや、殺せるときはセーフでよいじゃん。いや難しいよ。OK。 じゃあシンタ君が終わるまでちょっとバナーさん試されてるよ。試されてる、試されてる、シンタ試されてる。じゃあさ、行くところはあんまなくね。え、行くところあんまなくね。緊張感やです。おお、やるよ最大。おおおおおお、最大ではなかったけど。あれちょっと難しいですよ。あれさ、あの位置とかあんまいいのなさそうだよね。まあいい、あれか、エルボーか。エルボーでもノーマルエルボーが削減結構あるから。削減いくつあれ、 3?4? で、ペケ事件は、ペケ事は3。じゃあ3-3で終わってんのか。まあ終わっちゃうはず、ノーマルエルボーだったら。立ち台系の拾えるとやばいんだ。立ち台系が1。立ち台系で肘 EX や2か生 EX すらか、ね、それでさ、スタンチがなんか6、7割溜まってるよね。あ、やばいやばいやばい。立ち台系がマジで終わってるから。これはこれは、あ、これはもう端行っちゃうっしょ。
これで。まあしょうがないしょうがないしょうがないこれ。まあしょうがない。これバナオさん的にはあり。今の位置は、まあ全国で大パンデット行かない限りは面白いコンボねえだろ。カズネうまうま。おく。あ見てない。見てた。見てない。俺は見ていた今。見てないよ。ショウさんが最強です。見てないよ。ショウさんが最強ですよ。シンタ綺麗だよ。でもあくまでも7人目だね。おめえが抜きすぎなんだよ。いやでもシンタ頑張ってますね。もう4人抜いてますよ。いいよ。いや正直さ、あー惜しい。この組み合わせどうなの？この組み合わせどうなの？これね、俺結構五分だと思うんだよ。五分か、まあ五分はないか。五分は刺されるけど、五点五とかだと思うんだよね。まあ六はあると思うけどね、俺。そうか？でもダメージ取るとこないよね。ダメージしたことない、本当に。前方ゲームだけじゃん。前方前方前方前衛前方だけだよ、ね、ブレイブ溜まったらさ、うん、もうこっちは相当慎重に行かないといけないじゃん。ワンブロブレイブとかワンブロ中継ブレイブとか、それ思うからだけじゃねえけどな。でもそれで半分なんだ。それ思うからだけじゃねえけどな。ここに6話に減る人座ってるから。確かにそう、確かにそうだな。あやる、あーしょ、まあいいよ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 、おいしいからの基盤長いジェスチャー、コムくんちょい横行、ちょい横行、おぉいいよ、おぉコパンで暴れるってやべる、おぉシンタゲージ回収だよ。行きますね、シンタコンボ行きましたね。行きましたね。ちょっとびっくりしました俺。あそこは行かないかと思ったんですけど。意識が高いですね。意識高い。まあでもそれにやってることによって多分プレッシャーかかったんだろうね。まあそうですね。いいよ。さあ前方、オッケー、ミッションしっかり行くね。うん、やってますね。いいよ、いいよ。はまだ行けるよ。いやゲージがあるからありますよ。ではさようなら。うわ次バナオか。バナオこれいけんの？エレナ、いや、なんかあるでしょ。バナオさんですからね。何かあるでしょ。なんもない。松さんから、まあ、なんもねえって言われました。ブレイブですね。これ、まあ、やっぱりな。台形きついんだよな。キラキ、まずしゃがみ台形、埋めに来るな。マジか。まあでもバナオもゲージ溜まる。バナオ確かね、これね、あとはパナすゲームだっつってた。投げとパナしだっつってた。今確認しようとしましたね、バナオやるよ。まあバナオさんどうやですね。あれバナオさん来た、バナオさん来た、我らがバナオさん来ました。ついに来たよ、俺たちのバナオさん。俺たちのバナオさん、みんなが見たがるバナオさん。さあバナさん、さっきすーげー怒ってましたが、怒ってた、どうなんだろう。でもね、はい、怒ってた。やっぱり怒ってた。プレイに出てなければいいですけどね、冷静に。あでも冷静でしたよ。冷静ですかね。うん、冷静冷静。こういう台パンとかちょっと冷静ですね。多分これで温まるでしょう。これでちょっと切り始めて、これで切り始めて、ショールド離しますよ多分。おーやれよー、これは死にましたね。新勝利ありましたね。やりたがりの14歳でしたね。小牧さんお願いします。本当に、うん、本当に考えて新勝利。なんかその理論も聞いたけど忘れちゃったけど、うん、言ったんだけど、ああそれはあるかもって言ったんだけど、やっぱなかった。なかったか。でもまあそこはやっぱりないけれどもバナオさんは勝っていく。さあそれが全ゼロ。ゼンジャルのバナオさんに挑戦するのは小松さんですね。噂の 8.5、1.5 の試合じゃないか、はい、これはなんかバナオさん相当、はい、いつもダイヤ聞くところ怒りますよね、バナオさんね。怒ります、いつもこのダイヤだけは怒る。おー、おーまずい、でんでんでん。いやーやっぱゼンゼロは勝ちパターンを持ってますね。そうですね、あれ
あのタイミングでレベル3だったのでちょっとえってなったんですけど、次じゃなくても4なんで、あそこは。なるほど、あそこやっぱレバーガチャの話になってくるって感じですか。そうですね、次は確かにちょっと異常な1個多い時があるんですけど、 バナオは、うん、異常なほどこれはちょっと遅すぎでしょっていう、うん、時があるんですよね。でも勝ってますね、うん、お、バナオさん勝った。先日もうちょっとだけ早かったら、うん、勝ってた試合が結構あったんで、うん、まあ、そこはちょっと頑張ってほしいなって感じですね。じゃあこれで道場が丸いキツネと書いて、キツネ、はい、ああキツネじゃねえな、これなんだこれ。いや、キツネじゃないですか、あの漢字読めねえんだけど。丸キツネで、丸キツネ、はい、キツネ、まあ、ドミッチャクこれ厳しいんですよね。でんでん迷ったけど、今飛びから行こうかな。でんでん、さすがにただ死んだらやばい。トクラさん、大将マルコと見眺めしたトクラで、いや、ここ間入ってるから、ここドン、デン、うわマジかよ、これはやばい、あ、うわー、うまい、だが、わからんぞこれは。ピヨッター、やるよ、マジかよ、ちょっと待って、俺な2戦でなんか一応大会に向けてやってるっていうのが KO ダブルあれっぽくて、うん、確かにバナオ、なんかバナオだけなんか飛び抜けてますよね、チュンリー戦が。うん、そのまあアプローチの仕方がスニーとは違うから、ああ確かに、うん、まあなんだろう、攻略的なアプローチはバナオの方がやっぱ上かなっていう感じですね。クニ、うん、やっぱまだ効いてますもんね。クニまだ聞いてましたもんね、バナオに、うん、うん、どういう感じで戦うみたいな。そうですね、なんかクニは結構電陣 の、はい、の一発多いから、ああ3じゃねえの、そこ4が来るのみたいな、しかも4じゃねえの5なの、5なのそういうなんか力技で結構食ってる感じですか。そうそう、取り押ししてるところがあるんですけどやっぱりきついキャラに対して今のもね4なんですよね、クニだと下手したら5は来ますからね、あいつ。あ、5、あそこで5は。あバナオさん。ありますね。まあ、ここはきっちり多分、ダブルで芸術家と殺していくでしょう。まあ、これしかないですからね、殺すのは。まあ、ここを逃すと終わり、おーおーおー。もう残しちゃうよ、これは。バカ気狂ってんの、あいつ。珍しいですね、富永さん、今の。確かに、いつも殺しに来るんですけどね、いつもちゃんとあの EX 下ろしコンボで殺しに行くんですけど、うわおー、マーニーか、で、この後止まるんですよね、あー、やってた、おぉマジか、今ドミニー、俺かここでメスターさん、さあ、メスター対バナオ、副将対副将、いや、副将対これはまだ10人目ということで、10人目バナオ対メスターです。うわやばい、さあ得意のバナオ優先だが、中盤ターゲット発動してメスター、内中内中内中3発決めて4発決めて前方転身、これは十分なダメージ、いやー美味しいね、中盤2勝ターゲット、これは昇竜拳だったが、ここはメスターしっかりしている、内中最後マジでしょ、おっとこれはダブルアップ、バナオが台形で一回飛び落とそうというところだったんですけども、はい、しっかりメスター、これは中足もう、ただしこれはメスターのペースか、これはメスターのペースか、ただ画面端に行ってしまった勝利拳、あっと遅らせている、でんでんでんとゲージが欲しいメスター、うわーがーすげえ大激臭ブロリ上がった、マジかイケイケですね、今日メスターさんがちょっと切れてますね、メスターさんイケイケです、中盤でしょ、ゾーブロされて EX でしょ、うまい中盤ローゼでしょ、ここは最大決めていく、やばい、だがしかしこれはバラオのチャンス、第1周は引かない、第2期は出ない、タッチ行け、ハイジャンピアンズ発動、
おっとゴロを落として、メスター何をやっているのか。ダブルアップメスター。さあメスターどうする。お互い、お互い団長です。お互い団長です。団長同士がここで、ここで団長同士の技のぶつかり合いだが、ふざけ、やっぱりバナオさんなんだよな。富永さんこれさ さあゼニゲババナオ、ゼニゲババナオ。大将徳ちゃんごめん、全然活躍できなかった。やべ強えバナオさん。でん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 。おー、マーニか。全部読めていた。マーニで全部読めていた。全部読めていた。めないんですよね、あれ引っかかるんだよね。あれ引っかかるんですよね。で、飛びに引っかかるタイミングで電陣パナしてくるんで、やっぱりパナシなんですよ。そうだね。いやでもそのタイミングで飛んでくる電陣って強くないですか。すごい。しかも溜めれるから、その分起動が早いんだよな。やばいやばい。トクさん頑張って。トクラー。リーチ。やばい、バナオさんが気持ちよくなってる。まだわからない。やばい。やばい。マジで。うわー、怖いよ。うわー、怖いよ。おお。まだわからないのか。うわー。できるトクラ。できる。中足灯籠じゃなかった。ね。中足でやっこだった。やばいね今の。マジ？これ乗れるんじゃないトクラ。お、お、ピクピクって。そうだ。前前を入れてると読んで、あそこブラックソーダにしてるわけですね。やばい。ちょっと待てよ。なんで今遅らせ中足にしてたのに。まだわからない。お、だがいいよ。あの遅らせ打撃。あ、今の後ろ投げだった。おお。マジでバナをやるよ。バナをどうやってんだけど。まあしょうがないですね。ごめん。しょうがないですね。こういう時もあります、ね。いやね。やば。あ、すげえエキシビション出した。バナーナイトまだ継続中なんでしょうか。できる。さすが店長違う。さあバナーナイトは継続中なのか。竜巻で乗っている。ターゲットから。さあショー。四国大会が。控えているショーだが、最強ターゲット2勝奪い。しかしさあ怖い。大衆中大。さあ荒らし荒らしてくるよ。ここでゲージ。おお手前落ち繋がんなかった。だがここは削りで。やばい、このバナオさんがKOW に推薦されているということで。チェンペンさん刺さっている。中足怖いよ。クワブロってやばいよ。 SH さんが十分なダメージか。大パン下ブロを取って天神、これはブロっている。中段当たっているが、やべえ、ここはバランスペシャル。バランスペ、バランスペ入って、あーうまい、うまい、うまいっていうか、あれすげえな。なんで昇竜拳未来読みの武道余計に食べてんてん。あさあ SH さん笑ってます。さあガチャッターとバナオさんの、あと大昇竜拳、大昇竜拳です。さあぶっ壊していきます。バナオさん、これがバナオさんのサードストライクです。相手をぶっ壊す、それがサードストライク。パチパチ全部うわ。さあガード硬い。竜巻旋風機は変えないです。あ、うまっ、うまっ。ゲージブロって、あるよ、あるのか、だろあるよ、あるのか。なさそう、なさそう、なさそう。なかった。魂の大昇竜拳。いやでも優勝、優勝。バナオさん、まあ、負けてますからね。僕は、僕らは何も言えません。はい、満足した。赤方白方さあマッチ対象。昨日はこの対戦マッチが勝っております。そうなんですか。はい、ライバン
さあ賞認めてもらいたい、みんなに認めてもらいたい賞。賞いいぞまだ。さあ賞認めてもらいたいが、ここはまだ認められないと。賞賞いいぞまだ。勝利同好国みたいですね、勝利同好国。そうですね、まあ、中盤、波動拳大形から弱形。えっと今のが勝利同好国ってやつですかね。チャンス選手を離していく、ゲーム発動して、ダイヤシコカセル裏回って、ダイダイダイ SHO スペシャル竜巻から竜巻、5番からナイプレー入りました。勝ったのはマスト、最近はいつもマストが立っております。ということで本日の東大戦は、はい、バナオさんの優勝ということで終わりました、はい、ありがとうございました。お疲れさんでした。じゃあまあの時代ちょっと